カターニア県、チーターメトロポリタナディカターニアカターニア県は、イタリア共和国シチリア州に属する県の一つ。県とカターニアは、シチリア島、第二の都市である。また、ヨーロッパ最大の活火山である、エトナ火山は、県北部に位置する。法制上の位置づけは、2015年9月4日に、従来の県から大都市県に移行した。イタリア語版ウィキペディア等では廃止された。 プロビンシア・ディカターニャと新設されたチーター・メトロポリタナ・ディカターニャが別項目になっているが、便宜上双方をカターニャ県として本校で扱う。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。シチリア東東部に位置する県で、東はイオニア海に面する。県とカターニャは県域北東部のイオニア海沿岸に位置し、白草から北北西へ。 約5 1トル、エンナから東へ約7 2キロメートル、メッシーナから南南西へ約8 7トル、州都パレルモから東南東へ約1 6 6トルの距離にある。北をメッシーナ県、西をエンナ県、南西をカルタニセッタ県、南をラグーザー県、南東をシラクーザ県と接する。2001年の国勢調査に基づく、 居住地区別人口統計によれば、人口3万人以上の都市は以下の通り。カターニア県には58のコムーネが属する。主要なコムーネは、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2011年1月1日現在。県とカターニアをはじめ、カルタジローネ、ミリテロイン、バルディカターニアの街並みは、世界遺産。 バルディノートの後期バロック様式の町々の一部に指定されている。サッカー圏内に本拠を置くプロサッカークラブとしては以下がある。所属リーグは2012から13シーズン。カルチョ・カターニアと US ・チッタディ・パレルモとの対戦はシチリアダービーと呼ばれる。2007年にはカターニアのスタディオ・アンジェロ・マッシミーノにおいて死傷者を出したカターニアのサッカー暴動ーが発生し、 イタリアのサッカー界に大きな衝撃を与えた。このほかつては同じくカターニアを本拠とするアトレティコカターニアが1990年代にセリエ C1 で活動していた。ありがとうございます。